加速度的に増えている。ですからもう9割もだから足元で置き換わっていると、と言ってもいいデータ。愛知県内の感染者のうちオミクロン株を疑う人の割合は先月末から昨日までの1週間でおよそ9割を占めていることが分かりました。感染力の強いオミクロン株への急速な置き換わりが進んでいることから、大村知事は成人の日を含む明日からの3連休の間、式典や会食の場での感染防止対策の徹底を呼びかけました。さらに愛知県は高齢者施設を利用していない一般の高齢者に対し、2回目接種からの間隔を7ヶ月から6ヶ月に前倒しすることを決めています。